皆さんこんにちは、アパレルオです。今回ご紹介する商品はノースフェイスパープルレーベルのライトウェイトツイルビッグワークシャツをご紹介していこうと思います。こちらも前回同様ですね、2023年春夏の新作となっておりますので、ぜひね最後までご覧いただければと思います。ということで、まずね簡単に素材やディティールをご紹介していこうと思うんですけども、こちらライトウェイトなコットンツイルを使用したビッグサイズのワークシャツとなっております。製品染めした後にボールをバイオウォッシュ加工することによって、着込まれたシャツのような色味と風合いを表現されているというところが特徴の一つとなっております。90年代のボタンダウンワークシャツをベースにデザインされていまして、太番手の糸を使用したチェーンステッチ縫製によりパッカリングっていうところがね、ちょっとごくしゅぐしゅっとしたところなんですけども、そちらができているのがポイントとなっておりまして、まあ本当にね着脱がスムーズなロゴのドットボタンっていうところですね。まあ本当に脱ぎはぎが非常にしやすくて、背中の裏のところにはクールマックスのメッシュ素材が使われております。太めな袖が一つ特徴となってまして、腕のスムーズな動きを意識したピボットスリーブ設計になっているのと、ゆったりとした身幅と肩を落として着られるオーバーサイズなフィットが、デザインの特徴となっております。でこちら実際着用してるんですけども、163cm、54kg で S サイズで、このぐらいのサイズ感というところですね。まあ本当にね、先ほどもお伝えしたんですけども、オーバーサイズになってますので、もうこちらもわざわざサイズを上げる必要は全くなくて、もう普段選んでいただいてるサイズを着るだけで結構ゆったりとしたデザインっていうところも楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。逆にねワンサイズ上げたりすると、やっぱり袖のところのもたつきっていうところはね結構出やすくなってしまいますので、その辺はねサイズ選びの一つ注意点かなと個人的には思います。こちらのねチャコールのカラーも非常にこう絶妙なこうスミクロな感じですので、濃すぎず薄すぎずっていうところと、まあ、少しねこう着込んだ感じの色目っていうところがねすごく個人的にはめちゃくちゃいい色かなと思います。で胸のところにはねチャコールのボディに関しましては赤のノースフェイスのロゴが、刺繍されております。まあ、この辺もちょうどいいアクセントで、まあ、ロゴの小ささも相まってね、本当に非常にいいアクセントとなってるんじゃないかなと思います。開けて着るとね結構すっきりとした感じの印象っていうところもなりますし、まあ、羽織るだけでもねちょっとこうインナーの色で、いろいろ楽しんでいただけそうなシャツなんじゃないかなと思います。分厚さ的にもね本当に春先からかなり、活躍しそうなぐらいの生地感じゃないかなと思います。でこちらもう一色の方が、サントベージュですね。まあ、個人的にはねこの色もすごくコーディネートしやすくて、インナーとしてもねめちゃくちゃ活躍しそうなカラーにはなるんですけども、まあ一つねデメリットっていうか、まあ気になる点としましては、やっぱりかなりこうシワ感がね目立ちやすくなりますので、まあその辺が気にならないよっていう方はね全然大丈夫かと思うんですけども、結構この3色の中では特にこのサントベージュがちょっとねシワ感が少し個人的には気になるかなと思います。まあ、びっちりアイロン当てていただいてもいいかなと思うんですけども、やっぱりちょっとこう洗いざらしで着る方が個人的にはかっこいいかなとは思いますので、まあまあその辺がねちょっとなかなか調節が少しいるかなっていうところですかね。でこちらがワンサイズ上げて着てみたんですけども、 M サイズでこのぐらいのサイズ感となっております。まあ、着丈に関しましてはねギリギリ個人的には許容範囲かなとは思うんですけども、やっぱりねこの袖口のところ、まあ、肩周りも含めてなんですけども、まあ、結構ねこうボリュームがすごく出やすいですので、まあ、スッキリ感がね程よく欲しいなっていう方はもうジャストサイズを選んでいただくのが一番もちろんいいんですけども、まあ、ここまで来るとね本当に170後半ぐらいの方でも全然緩めでお使いいただけるじゃないかなって思うぐらいのサイズ感かなと思います。やっぱりこのサンドベージュはね本当に色目はすごくねコーディネートしやすくて、濃い色のパンツ薄い色のパンツねどちらもいけて、特にこう春らしさを出したいよっていう方はこの色がね個人的にはおすすめなんですけども、やっぱりねこうシワ感がちょっと個人的にはどうしてもネックにはなりやすいかなと思いますので、まあその辺はねもちろんお好みには寄っていきますので、まあ使い勝手がいいっていうのはもう間違いないかなとは思います。まあ、このシャツの上にね前回ご紹介したスイングトップ着ていただいてもめちゃくちゃかっこいいかと思いますので、まあいろんなねコーディネートのインナーとしても活躍するタイプですし、もちろん春先秋口に関しましてはね一番上として、まあ、使っていただけるアウターとなっておりますので、その辺はねいろんなコーディネートが楽しんでいただけるかと思います。
で最後ですね、こちらヴィンテージグリーンというカラーなんですけども、これもね本当に今季、特に SS なんかこうグリーン系が少しねトレンドなカラーとなっておりますので、そういったところでね今っぽさが一番出るカラーなんじゃないかなと思います。まあ、あのカラーの名称通りこうヴィンテージグリーンというところなので、これもねすごくあの着古した感じの絶妙なこの色の、明暗といいますか、こう薄さというか、その辺がねすごくあるカラーとなっておりますので、おしゃれ度はね個人的には一番高いカラーなんじゃないかなと思います。これに白いパンツであったりとか、引き締める意味を込めて黒いパンツとかと合わせていただくと、すごくねこう一倍で、すごく、雰囲気が出せるシャツなんじゃないかなと思います。でこちらが着てみたんですけども、これも同じ S サイズを、着用しております。やっぱりサイズ感的にはねこのぐらいが一番程よくスッキリ感もあって、いいルーズさな感じかなと思います。やっぱりさっきのね M になるとね少しだらしない印象になりますので、その辺は、何度もお伝えしてますが、サイズ選びの注意点として覚えておいていただければなと思います。やっぱりこの色がね本当にこう黒との相性はめちゃくちゃいいんですけど、今ちょっとねパンツが焦げ茶みたいなちょっと濃いブラウン履いてるんですけども、やっぱり濃い色との相性っていうところはね抜群にかっこいいかなと思いますし、やっぱり春先に向けてですね、あのオフホワイトのパンツとか、その辺のカラーと合わせていただくとすごくねあの春らしさもあってかっこいいかなと思います。少しねオーバーサイズにはなってるんですけども、めちゃくちゃ流行りすたりがあるような感じのサイズ感ではないかと思いますので、まだね今季も、ビッグシルエットのアイテムがねやっぱり結構多いですので、そういった部分も含めてまだまだ、このサイズ感でも十分、使っていただきやすいんじゃないかなと思います。でこの背中の裏のところはねこうクールマックスのメッシュが、素材で貼り付けられておりますので、本当に春先とかねもっともっとこう気温が上がった時でも全然着ていただける感じとなっております。今の時期はね本当にインナーとして使えますので、ぜひねその辺も差し色として活躍するんじゃないかなと思います。胸のところにはね2つポケットが、1個ねフラップがついてて、もう1個はねあのそのままパッチポケットみたいな感じになってるんですけども、容量自体は結構入るんですけども、あまり物入れるとね結構ボリューム出ちゃいますので、その辺はあんまりこう使い勝手としてはっていうよりかは、どちらかというとちょっとデザイン向けな感じかなと思います。はい、ということでね今回ご紹介してきましたノースフェイスパープルレーベルのライトウェイトツイルビッグシャツなんですけども、本当にねあの流行りすたりない感じで、もう定番的なアイテムとなっておりますので、気になる方はねぜひぜひチェックしてみてはいかがかなと思います。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいなと思っていただければ、高評価、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。今回ねご紹介したシャツなんですけども、すべてねこのちょっとシワ感というところが、個人的には一個ポイントになってくる、要素なんじゃないかなと思いますので、その辺はね、もちろん好き嫌いはあるかと思いますので、ぜひね気になる方は一度、店頭とか見ていただければなと思います。ということで次の動画までまた、さようなら。